もっと顔を見せて。何を見ているんですか？青ぴょんですか？いいえ、知りません。いいえ、別に嫌というわけではありませんが、なんとなくその名前を聞くとあいつが頭をよぎります。青山です。青山のことはもういいでしょう。それよりも、今日の夕飯は何を食べるか、もう決めているんですか？予定を立てるのは大切なことでしょう。すでに思いついています。今日はキムチビビンバ風味の新作の、見ません。青ペンブログというやつは何か嫌な予感しかしないんです。ええ、とても。あ
なたが青山のことをたとえ一瞬でも考えているのが嫌でした。それくらい俺は嫉妬深い方なんです。あなたも俺と付き合うってことはこういうことなんだと理解してください。冗談だと思いますか？